オデッサファイルは、イギリスの作家フレデリック・フォーサイスが書いた、サスペンススリラー小説。若い、ドイツ人記者と、元なちのための秘密組織、オデッサとの間の暗闘を描く。諸女作、ジャッカルの日と並ぶイギリスの作家、フレデリック・フォーサイスの代表作。タイトルは、西ドイツ司法省宛てに1964年2月末、匿名の人物によって、郵送で引き渡された。 オデッサの支援を受け海外逃亡した元親衛隊隊員たちの顔写真や詳細な所在などを記録したファイルの通称にちなむ1974年に映画化されたナチス政権下でユダヤ人の絶滅政策を遂行してきた SS の幹部たちは降伏直前連合国軍の追求を逃れ新生ドイツ社会への浸透を支援し 名誉回復のプロパガンダをするなど庇護を行う秘密組織オデッサを立ち上げていた。西ドイツのルポライターペーター・ミラーはケネディ大統領暗殺事件と同時期に自殺した一人の老ユダヤ人が残していた日記をきっかけに老人がオストラントの強制収容所から解放された一人であること所長エドアルトロシュマンは司法の追求を逃れて国内で 堂々と生活していることを知る。しかもロッシュマンは、ドイツ国防軍隊員だった、ペーターの父、エルウィンを自身に逆らったとして殺し、戦死に仕立て上げた人物だった。愛車であるジャガー XK150S を乗り回しつつ、その所在をつかもうと心を見るが、過去の克服を続ける一部の関係者以外、周囲のすべてが、ナチの亡霊から目を背けていることを知らされ、 ついには同時をかわおうとするオデッサの妨害が、ペーターを命の危険にさらすようになる。ついにペーターは、ウィーンで、サイモン・ビーゼンタールから情報を得て、帰国直後、ミュンヘンでの滞在中に知り合った、親衛隊員に、法の裁きなど、不要、ホロコーストの犠牲者同様なき者にすべしと、主張している、元非収容者で作る、ユダヤ人過激派グループの力を借り、 居場所を突き止めたら彼らを通じてイスラエル、諜報特務長に知らせる条件のもとに、6週間にわたる特訓を受けて、元 SS 総長、ドルフ・コルプになりすまし、組織に潜り込む。モサットの目的は、この元所長を中心として、ナチ残党が、エジプトガマール・アブドゥルナーセル政権と組んで計画した、イスラエル壊滅作戦の阻止でもあった。 オデッサのドイツ国内での組織長と接触後も愛車に乗り続けたため正体が発覚、オデッサの差し向けた殺しや真っ健全に追われることになる。しかしそれとは知らず追撃を交わしたペーターの行動は偶然にも追われながら訪れた先々でオデッサ関係者を一人ずつ葬ることになった。調査の過程で面識のある金庫破りに盗ませて入手したオデッサファイルで 元所長の身元を所在とともに確認し、ファイルを司法省に引き渡す手はずを整えた上で、元所長を支直の手に渡すべく退治したペーターだったが愛車を爆破され、さらに駆けつけたマッケンゼンに殺されかける。しかし、モサットがオデッサの計画の詳細を知って、ユダヤ人過激派グループのもとへ急遽派遣したオフィサー、ベンシャウル少佐によって、マッケンゼンが撃たれたことで救われて、 九死に一生を得る。また元所長も南米へ逃亡したことで、オデッサのイスラエル消滅計画は水泡に返し、さらにファイルが当局に渡ったことは、ドイツ国内のオデッサにも大打撃を与えた。そして、ペーターが持ち歩いてきた老ユダヤ人の日記は、ベンシャウルが母国へ持ち帰り、結びに記された遺言の通りに、ヤドバシェムで、その老ユダヤ人を慰霊した。 時に1964年2月26日のことだった。またイスラエル消滅計画の動機は、アメリカの仲介で、西ドイツイスラエル間に締結されていた武器供与協定が、ケネディアンによって破棄されると見込む、希望的観測だったが、それに反し協定はその後も破棄されず、ペーターがビーゼンタールと接触すべく、オーストリアへ向かう途中ミュンヘン郊外ですれ違った。 当期演習中のアメリカ製戦車も、イスラエルへ移され、塗装と相性を変えて、第三次中東戦争の戦場で活躍した。登場人物の元強制収容所長、エデュアルトロシュマンは、実在の人物。リガにあった、カイザーバルト強制収容所の歴代所長の一人で、リガの塗殺人と呼ばれた。1977年8月、パラグアイで死亡が確認されている。フォーサイスは、 ロシュマンをはじめ、実在のナチス関係者や組織についてかなり詳細な情報を入手して作品を執筆したとされる。後年、ロシュマンの研修をした関係者が、フォーサイスの小説では、ロシュマンは逃亡中に足の指を数本欠損したと書いてあったが、それは事実だったと述べている。この作品の出版にあたっては、作者のフォーサイスのもとには多くの脅迫状が届いたという。 1974年に映画化、ロナルド・ニーム監督、ジョン・ボイト主演、ジョン・ウルフ制作。その他、島牛を、村越一郎、岩、金次郎、松村彦次郎、日高五郎、北村光一、島俊介、京田久子、柳和子、上田敏也、有馬水香、木山博、藤本譲、大木美を、西田昭一、村山明、田中康夫、 石井としろう、ありがとうございます。